ETA Systems は1983年にコントロールデータコーポレーションからのスピンオフによって設立されたアメリカ合衆国のスーパーコンピュータ企業。ETA10 という高性能マシンをリリースすることに成功したが赤字を出し続けたため CDC はこの会社を1989年に畳んだ。CDC は シーモア・クレイが自らのクレイリサーチ社を設立してからはスーパーコンピュータ市場での立場が弱くなっていった。CDC のウィリアム・ノリスは世界最高性能のスーパーコンピュータを作るには大きくなりすぎた会社では無理だと判断し、1983年開発部門をスピンオフさせた ETA システムズ社を設立した。ETA システムズは1986年までに ジューグフラップスのマシンを作ることを目標としていた。この目標を達成するため、ETA はシーモス回路を液体窒素で冷却することによって、高クロックで駆動するなどの革新的技術を生み出した。これによって、ETA10 は77秒の命令サイクルを実現し、ベンチマークではジューグフラップスを達成した。しかし、実際のアプリケーションでは最高でも4五 クフラップスしか出せなかったとも言われている。その後、30クフラップスを目標として ETA30 が計画されたが、実現することはなかった。1989年4月、CDC は ETA システムズを畳み、CDC に戻すことを決定した。それまでに液冷システムが7台、空冷システムが27台売れた。その時点で ETA10 は、 スーパーコンピュータ市場で最高の価格性能比を誇っていた。その後、CDC はスーパーコンピュータからは完全に手を引き残っていた ETA10 マシンをある高校に無料で提供した ETA10 筐体と CPU ユニット東京工業大学博物館所蔵 ETA10CPU ユニット内部上段左にメモリ上段右には 接続に用いられた光ファイバー、下段に CPU が見える。東京工業大学博物館所蔵。ETA10 のハードウェアは、基本的に CDC サイバー2 0 5のアーキテクチャをベースにしており、互換性があった。サイバーシリーズと同様、ETA10 は、クレイのマシンのようなベクタープロセッサを使わず、メモリアクセスを、 パイプライン化して高速な主記憶装置を接続していた。共有メモリ型のマルチプロセッサ機であり、最大8個の CPU を接続している。各 CPU は1命令サイクルで4つの倍精度演算か8つの単精度演算を実行できる。ETA10 の性能は液体窒素冷却による動作周波数の高速化によるものである。一般的な CMOS 技術で製造されていたが、 CPU を冷却することによって7ナノ秒という命令サイクルを実現した。ETA10F と ETA10G は液冷式の7ナノ秒命令サイクルのマシンであり、ETA19 と ETA10P は空冷式の19ナノ秒命令サイクルのマシンである。後者はパイパーとも呼ばれた。いずれのマシンでもシングルプロセッサマシンとしても、マルチプロセッサマシンとしても、 構成可能である。ETA10 の CPU は CMOS ゲートアレイを250個、44層のプリント基板に実装したものである。個々のゲートアレイは2万ゲートを集積しており、1.25マイクロメートルルールで製造されている。当時の一般的な CMOS ゲートアレイは3マイクロメートルから5マイクロメートルルールだった。当時のスーパーコンピュータで CMOS を採用することは、 一般的ではなかったが、集積度が高いので配線による遅延を低減できるとの判断で CMOS を採用している。しかし、イクルに比べると遅いため、液体窒素で冷却して、クロック周波数を上げるという技法を採用した。各 CPU には SRM で構成された400万ワードのローカルメモリが接続されている。それとは別に D-RAM で構成された2億5600万ワードの 共有メモリがある。また、ETA10 では、プロセッサや I、o デバイスを光ファイバーで接続していた。1980年代のシステムとしては革新的な技術である。ETA10 のソフトウェアはひどいものだったと言わざるを得ない。1986年に出荷された時、完全動作するオペレーティングシステムもなかったのである。 プログラムはアポロコンピュータ製ワークステーションから一度に一つだけロードして実行する必要があった。そして次のプログラムを実行するには ETA10 をリブートしなければならなかった。当初 CDC はサイバー205のベソスを移植する予定だったがハードウェアの性能を引き出すには新しい OS が必要であると判断された。当時、 UNIX がスーパーコンピュータに導入されて勢力を拡大していたが ETA システムズは独自の EOS、オペレーティングシステムを開発することを選択した。1988年には UNIX システム V リリース3をベースとした OS が導入されたことで ETA10 はやっと使えるシステムになった。ETA のソフトウェアの問題は OS の選択だけではなかった。 ポートランコンパイラはほとんど変更を加えずに CDC サイバー205から持ち込まれた。ソースコードの互換性が重要視されつつあった時代に ETA10 のコンパイラは独特なコーディングが必要だった。さらにコンパイラ最適化技術の進歩には追随していなかった。全部で25システムが出荷されている。以下に導入例を挙げる。NASA によれば ETA10 は エームズ研究センターでの受け入れ試験で不合格になったという。1988年、日本の東京工業大学は ETA10 を導入した。これは東京工業大学の情報処理センターとしては初めてのスーパーコンピュータの導入である。通常、初めての導入ともなれば失敗しないように実績のあるマシンを選択するものだが、 ETA10 が選択されたことにはいくつかの要因があった。まず ETA10 のカタログ性能10グフラップスは当時としてはズバ抜けていた。そして当時、米国と日本は貿易摩擦問題があり、その象徴としてスーパーコンピュータの貿易不均衡について米国が日本に圧力をかけていた。以上のことから導入が決定されたのである。しかし、納入された ETA10 は 非常に故障が多いため8ウェイのマルチプロセッサマシンとしてはなかなか使えず、結果として8台の1.25グフラップスのシングルプロセッサマシンとして使われていたと言われている。後に東京工業大学はクレイ C916 を導入。こちらは故障もなく稼働し、利用率も高かった。ありがとうございます。